ゲーム体験共有チャンネルコピちゃんはご覧のサイトのリスナーの応援でお届けいたします。はい、皆さんどうもコピスケです。今日はですね、ゼノバースドラゴンボールシステムの、説明をちょっとしたいなと思います。まあ、ドラゴンボールのことはもちろん全世界の人間知ると思いますが、まあ、本作このゼノバースでもドラゴンボールを7つ集めることによって、願いを叶えることができるっていうシステムがあります。で、今日はその手前のドラゴンボールの手に入れる方法ですね、効率のいいドラゴンボールの手に入れる方法っていうのを紹介していこうかと思います。まあ、ちなみに今持ってるのがこの、オプションメニューからバック見てこの重要アイテムっていうものですね。あ、これじゃねえ、ごめん、所持アイテムの重要アイテムで、ここにこう1から7までありますね。で、持っているのがこの素地数っていうものです。1,2,3,4、今4つ持ってるので、残りこの、7,6,3、この3つを手に入れたいっていう状況です。で、まず手に入れ方なんですけども、一番効率のいい方法、まあ今自分なりねやってる効率のいい方法を紹介しようと思います。オフラインの、パラレルクエストの星3つ目、こちらの、クエスト12激闘義乳特選隊というこのパラレルクエストですね。で、こちらをまず選びます。レッツゴー。まあ、ここの12番がもう一つあるんで、一応そちらも紹介します。キャラクターは誰でもいいです。今は、俺は師匠をね、ゴテンクスの方にしてるんで、ゴテンクスを連れて、師匠との友好関係というシステムの方もちょっと上げたいなと思います。で、クエストスタート。したら、このように始まります。で、この状態で、この生まれたところ、始まったところからまっすぐ行くと、このようにですね、あ、今回運がいいな。人が立っていることがあります。これが、NPC、ノンプレイヤーキャラクター、要はコンピューターですね。コンピューターで、でこいつを選んで話しかけると、このようにタイムパトロール隊員に戦うに止まりましたというふうに、問いかけられますので、これでハイにしてください。そうすると戦いが始まります。あかんあかんあかん。で、あとはこいつをまあスンスンはあ、でここで今素材アイテムを入手しましたなりましたね。で、また素材アイテムを入手しましたっていうふうに表示されます。そしたら、ここで、上ボタン、コントローラーの上ボタンの十字ボタンを押すと、素材アイテム2という風になってますね。これを確認したら、すぐに、リトライです。つまり、ここで、素材アイテム、そして重要アイテムという表示がされたら、ドラゴンボールゲットというフラグになりますんで、これを繰り返すのが、一番、効率のいいドラゴンボールの集め方なんじゃないかなと思います。残り3つをどのぐらいで手に入れられるかっていうのを今回の動画ではね検証したいなと思います。はい、リスポーン1スタート。あ、これは運がいいですね。2回連続で出てきたんで、まあ、ただこう先ほどのように必ず出てきて倒せば手に入るということじゃないんで、まあ、2段階制の運になるんですよね。まずこいつが現れるかどうか、でこいつが落とすかどうか。もうひどい人は4時間5時間かかるみたいなんですけど、今回はねどのぐらいで3つ手に入れられるかっていうのを皆さんにご紹介して参考になればなと思います。グレイ、キャラクターをねスーパークリーンにしたんですよね。最強のクリーン、素材アイテム、需要アイテムゲット。おっと、今回は運がいいですね。2回目で1つ手に入れました。じゃあこのままこれを、手に入れた場合はミッションを進めます。西の都で一番こうだるいっていうか、もうディスクを割りそうになるのが、このせっかくこのドラゴンボール需要アイテム運でドロップしたのに、もう間違ってリトライしちゃうっていうミス、これを皆さんはしないように気をつけてください。私はやっちゃっておりますんで相当悩みます。
3時間ぐらいかけてやっと1個拾ったのにリトライしちゃうみたいなね。まあ多分ゼノバースやってる方だったらあるあるかもしれないですね。まあその辺はね、普通に皆さんクリアできる方ばかりだと思いますので、じゃあ次の、ドラゴンボールゲットまで、ワープ。はい、ということでクエストクリアしました。で、このように、重要アイテムを拾うとドラゴンボールが手に入るというのを繰り返してドラゴンボール7つ集めるのがいいかなと思います。ちなみにもう一つの、まあ、おすすめパラレルクエストもありますので、そちらの方もご紹介します。オンラインで仲間とやるのはもちろん楽しいんですけど、ドラゴンボール集めに関しては1回1回のレスポンスを考えて、まあ、オフライン安定かなと思います。これですね、サイヤ人襲来に備えろ、こちらでドラゴンボールを集める人もいるんですけど、まあ、先ほどのねクエストだと、すぐに自分がスタートしたところでね、パトロール隊員いるかいないか確認できるんですが、だと一応3人ね敵を倒さなきゃいけないっていう、そこから、パトロール隊員が現れるかどうかっていうのを、まあ、確認という風になるんで、ちょっとワン工程多いんですよね。戦いの時間が無駄っていう。ただ人によっては、まあ、ジンクスというか都市伝説のようにこっちの方が出やすいんじゃないかっていう人もいるんで、まあ、その辺はねお好みでいいんじゃないかなと思います。あとはまあ、効率っていう意味で考えるとこれですね、今3人倒して本当は、ここにパトロール隊員が現れるはずなんですよ、運が良ければね。今回現れないんで、ここで先ほどのようにリトライということで、何度も繰り返してドラゴンボール集めちょっと頑張ってみてください。では再びワープということで、もう一つのおすすめドラゴンボール集めの場所ですね、はこちらはオンラインを今選んでるんですけど、まあオフラインでも構いません。今回は、オンラインで行っていきます。で、まあ、これはですねかなりストーリーを進めた人向けのミッションなんですけど、この52番大猿祭りっていうのをね、ちょっと選んでください。で、今回はフレンドを誘わないのでこのまま、はい、ここでございます。で、ちょっと、プレイヤー待ちますね。で、大猿祭りは、まあ、経験値、あとそれからお金ですね、まあ、非常に美味しいっていうのと、あとはここでの手に入るバーダック装備っていうのを集めるのに、まあ、いいんですよ。だから経験値、お金、バーダック装備、それから運が良ければドラゴンボールが手に入るってこと。 Hello, I'm コピスケ It's enjoy play! よろしく、こんにちはということでね、知らない方と一緒にやっていこうと思います。 Let's go! なので、まあ一石四鳥ってことになりますよね。お金、経験値、装備、ドラゴンボール。で、オンラインだとね結構サクサク硬いんですよね、このローザル。結構なんでオンラインで僕は やることが多いです。まあ、オフラインでやれる方は全然オフラインでも問題ないかと思います。一応手順を説明していこうかなと思います。ちょっとノラの人に伝わればいいんだけど、外人さんが多いんでね、意思の疎通がなかなか難しいんですけど、今とりあえずボイチャー全開です。 Hey, first target is Bardock. Okay? Next, Vegit. Last, Napper. First area is ポットエリア、オッケー、カモーンって感じでね、使えてます。オッケー、分かってるね、多分この人たちね。で、今言ったバーダック、ベジータ、ナッパの順番で倒すと大成功っていう風になって、で、大成功になるとドラゴンボールを持ってる、要はパトロール隊員が現れることがあると。オッケー、で、運が良ければここでバーダック装備手に入ります。今回は手に入らなかったですね。
ちなみに俺どんくらいかな、25回ぐらいで全部手に入りましたからね。で次は岩山、ここにベジータがいます。ちなみに今使ってるキャラ2キャラ目なんですけど、よいしょ、これはあの打撃系必殺技カンストですね。100に振ってます。でこのブルーハリケーンというのが非常に使いやすくて、まあ大猿もこんな感じでねかなり減らすことができます。で最後にナッパ、これポッと着陸でしょ、逆ですね。このゲーム、この辺がね、もうちょっと効率よくしてほしいわ。次のエリアに飛ばしてくれるとかね。荒野、ここにナッパがいるんで、これで終わりですね。3匹倒せば、このクエストは、とりあえずクリア。あとは運で、パトロール隊員が出るか出ないかですね。ドルハリケーン！当たってる時に敵のゲージが出ないのもね、ちょっと俺的には不満なんですけど。今回は、出ない！残念！ここで本来ならあのドラゴンボールね、持ってるあの隊員が出てくるんで、で、ここだとドラゴンボール出やすいっていう都市伝説もあります。そうそうありませんけどね。ということで、まあ本日今回の動画でご紹介したパラレルクエストの3つのうち、まあお好みのエリアでドラゴンボール集めするのがいいんじゃないかなと思います。では私は残り2つかな、を集めてみようかと思います。それでは、喜びの瞬間まで、ワープ！一体何分かかるかな、現在26回目のパラレルクエストです。来い、素材アイテム、もう一個重要、あかーん、オッケー、どうだ、来い来い、キャー、岩田さん、ラストドラゴンボール手に入れた、絶対ここでリトライしないでください皆さん、絶対ここで入ってしないでください。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットでご覧の方は、まず動画のタイトルをタップ。動画説明文を下にスクロールして、リンクをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たい場合は、再生リストをタップすると見れます。パソコンからご視聴の方は、画面のボタンをクリックするとチャンネル登録ができますのでお願いいたします。コピスケ様と生で絡み合えるツイキャス、ニコ生のチャンネル登録やツイッターのフォローもぜひぜひ登録お願いします。